最近そのインスタとかを拝見させていただいて、以前よりもコーリー選手 その体が、はい、やっぱり MMA 仕様といいますか大きくなっているような印象があるんですが、今回その、なんですかね、減量にあたって結構癖、筋肉が上がったからこそ苦戦してるとか、なんかそういったことってありますか？まあそうっすね、あんまりデートに行けなくなったっすよね、それは結構苦戦してるかなと思います。飯食えないからね、それ以外は、まあ、大したことはないですけど、はい。じゃあ結構そのいきなり落とすっていうのではなく、やっぱり前々からこう準備をしっかり重ねていきながらこう体重を絞っていくっていうような形に変えていってるってことですか？まあそうですね、61キロでね負けてもったからね、それで65キロで例えばねリベンジしてもかっこいい話じゃないんで、もちろん、61の、予定でずっとやってきたんで全然問題ないですよ。じゃあ、あとですね、先ほど戦いにのイメージについてバチバチの打撃戦とおっしゃってましたけど、逆にこれだけ寝技っていいますか MMA の練習をやられてて、むしろ寝技を見せたいなとかそういった気持ちっていうのはありますでしょうか？ないですね、寝技はやっぱり女の子だけですよ、はい。危ない、この天下みたいなやつがすごい倒れるんですよ。そんなこと言わないでください。レインスポーさん、ボボキニキニ上げた方がいいんちゃいますこれ。そんなこと言わないでください。これもうすぐ倒れるんやから、はい。やっぱ早く試合終わらせてデートをしたいとかそういう気になるまあそうっすよね、はい。楽しいことしたいですよね、でもなんかそんなに全然ストレスないです。昔はすごいストレスあったんですけど、今はもう格闘技大好きで、すごい楽しいんで全然ストレスない、頑張れてます。ちなみにですけど、今回の試合っていうのはその青木選手としっかりこう作戦を練り込んだ、そういったような形なんでしょうか？いやもちろんそうですよ。でもここを全然見てないですし、まあまあなんていうかね、まあ、1年前ね自分が負けてもたんで、そういうストーリーみたいなのはあると思うんですけど、まあ別に僕らはそこだけ見てるわけじゃないんで、とっととしっかりリベンジして上に行こうと思ってます。わかりました、ありがとうございます。ぶっちゃけその MMA になって、そのオープンフィガーグローブでなった時に前回と全く違うスタンディングにおいても戦いになると考えてますか？前の戦いですか？はい、と比べて、はい。どういうことですかね、何が違うかったかってことですか、聞くと。そうです、今回オープンフィガーグローブで戦うことによって、はい、前回の芦田戦のキックの時の前とあるいはそういうことか、そういうことか、はい。いやー全部俺が有利でしょ、彼がベアナックルでやりたいって言ったんですけども、そんなグローブを薄くすればするほどね、俺のないって言われてるパンチ力は増しますし、俺の打たれ強さはね光るわけなんで、俺が有利ですよね、どう考えても。はい、テイクダウンもする、テイクダウンもまあしてほしとやったらしたのかなと思いますけど、まあもうとりあえずボケ不便にしますよ、はい、はい、ありがとうございます。もう起き上がれないようにね、立ち上がれないようにしてますよ、馬刺しでは。ありがとうございます。その他追加のご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？よろしいですか？はい、では後方に舞の海さんお願いいたします。で俺思うんですけどね、こういうね下ネタ言った時にね、記者の皆さん悪いですよね、めっちゃニヤニヤ笑ってんのに声に出して笑えへんや、俺がめっちゃ滑ってるやつみたいになってな、そのずるいわ、ちゃんと声出して笑ってくれんと。はい、